さあ、トダコチ、今回も来ましたサラ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 ッとシリーズ、サラッとシリーズ第3弾です。はい、今回は何をお伝えしてくれますか。今日はスマッシュですかね。結構レッスン中でも球出しでやったりはするんですけども、結構空振りしちゃう人も結構いたりして、ラケットの真ん中に当てやすくするための、まあ意識1点だけちょっとさらっと紹介していきたいと思います。お願いします。ボールが飛んできた時にやっぱりあの目線ですね、ボールを最後まで見るっていうのがやっぱり結構大事になってきますので、体のバランスをしっかり保った状態で、体をしっかりまっすぐ起こした状態でインパクトをする、もうこれ大事。もうタイミングさえ合えばラケットの真ん中さえ当たればスピードは出ますので、力んでこんな風にならないようにタイミングをしっかり合わせるためによく見る、もうこの1点集中していただければバッチリだと思います。じゃあお願いします。ボールを最後まで見る、まあ、いいですね、見てますね。だからタイミングが合う、力も伝わるってことですね。素晴らしいですね。ポイントは打点ですね。そうですね、はい、ここがブレなければタイミングさえ合っちゃえば大丈夫っていうふうに、まあ、簡単に考えてみてください。はい、トラコーチありがとうございました。ありがとうございました。